はいどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。よいしょ。今日はね、久しぶりにオリジン弁当、これです。デミグラスハンバーグ、デミハンバーグ生姜焼き弁当だったと思うですに、唐揚げ、鶏天、ポテトサラダを買ってきて乗っけました。あー、いただきます。ポテトサラダからかな。美味しいね。もうポテトサラダ大好きよ。うん、サラダとご飯もね、一緒に食べて美味しい。で、この唐揚げは、美味しいね。唐揚げはガーリック味、オリジン弁当の唐揚げはガーリック味が一番美味しい。一番ハンバーグ、ハンバーグ美味しいね。生姜焼きも結構、あれなんだ、生姜焼き、あれなんだよ、いいね。いつもさ、大体あれ、大体の弁当屋さんはね、下にキャベツとか野菜敷いて、肉少ないなと思ったんだけど、これ肉ばっかだよこれ。やっぱり生姜焼き美味しいね。しかもあれですよ、夜とかで確か何十円、50円引きぐらいの値段のでした。鶏天、初めて、オリジン弁当の鶏天は初めて、確か海苔塩味、いい香りが、天ぷらも美味しいね。うまいね。マヨネーズ先生登場したらもうね、引き締まってますから、これで、これ、いいね、美味しいね。あ、まだソースとこの、マヨネーズがこれいいわ、最高。美味しいね。しかもこれあれよ、作って置いてあったんですよ。もう最近お弁当屋さん、お昼とかさ、夜のいい時間になるとこ作って置いててくれるでしょ。あれがもうありがたいね、本当に。待たなくていいから。でいつも入ってびっくりするのは、ってびっくりするのは、何、今日これ木島が食べたいってこれ知ってたのっつって、いつもちょうど食べたいなって思うのがちゃんと置いてあるんだよね。ほっともっともオリジン弁当もどこ行ってもさ、いつもちょうど食べたかったのが、食べようと思ったのが置いてあるから、もう感謝ですよ。分かってんだね、誰かが教えているのか。
今日岸間来るらしいよっつって、あれ食べたいって言ってたよっつって、んなことはないよ、んだって言ってないから誰にも。もう豚の脂が、うん、最高。うん、これおにぎり1個買ってけばよかったね。2つが5回だったな。あー、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。